レイミゼラブルミクトル融合前回の続きからですかかる瞑想のうちに傲慢の念は消え失せた彼はあらゆる方面から自分を見学してみた彼は身の 弱なるを感じて幾度か涙を流した最近6ヶ月の間に彼の生涯のうちに入りきたったすべてのものはあの司教の聖なる命令の方へ彼を導いていったコゼットは愛によって修道院は現状によって時として夕方白母の頃 庭に人影もなくなくった折礼拝堂に沿っている道の真ん中に入ってきたあの夜に覗き込んだ窓の前に食材をなしているあの修道女が平服し祈祷していた覚えの場所の方へ向いてじっとひざまずいている彼の姿が見られたそのようにして あの修道所の前にひざまずきながら彼は記念を凝らしていたのである彼は直接に神の前にはあえてひざまずきえなかったのようである彼を取り巻いていった一切のものその平和なる庭その香り高き草花楽しい叫び声を上げるその子供ら 真面目な単純なその婦人ら黙々たるその修道院それらは徐々に彼のちに染み込んできたそして次第にその修道院のような沈黙とその花のような香りとその庭のような平和とその婦人らのような単純さとその子供らのような気裂とで彼の心は 作られるに至ったそれからまた彼は生涯の2つの危機に際して相次いで自分を迎え取ってくれたものは2つの神の住居であったことを考えた。第一のものは全ての戸が閉ざされて人間社会から拒まれた時に彼を迎えてくれ第二のものは 人間社会から再び追跡され、時計上が再び口を開いた時に彼を迎えてくれた。第一のものがなかったならば、彼は再び罪悪のうちに陥っていたであろう。また第二のものがなかったならば、彼は再び苦難のうちに陥っていたであろう。彼の全身は感謝のうちに溶け去り、 そして彼はますます愛の念を深くした幾年かが隠して過ぎ去ったゴゼットも次第に成長していた第3部マリウス第1編パリの微分子 小人間パリは一つの子供を持ち森は一つの小鳥を持っているその小鳥を鈴目と言いいその子供を不老少年と言うパリと少年一つはルツボであり一つはあけぼのであるこの二つの観念をこね合わしこの二つの火花を打ち合わしてみるとそれから 一つの小さな存在が、ほとばしり出る。ホムンチを、小人と。ブラウツスは言うであろう。この小さな人間は、至って快活である。彼らは、毎日の食事もしていない。しかも、気が向けば、毎晩、工業物を見に行く。肌にはシャツもつけず、足には靴も履かず。 身を覆う屋根もない。全くそういうものを持たない空飛ぶハエのようである7歳から13歳までで体を組んで生活しガイドを歩き回り戸外に宿りかかとの下まで来る親譲りの古いズボンを履き耳まで隠れてしまうほかの親父からの古帽子をかぶり うちの黄色くなった一筋切りのズボン釣りをつけ駆け回り待ち伏せし獲物を探し回り時間を浪費しパイプを悔やし暴言を吐き酒場に入り浸り盗人と知り合い女とふざけ隠語を用い卑猥な歌を歌いしかもその心のうちには何らの悪もないのである。 その魂のうちにあるものは一つの真珠たる潔白である。真珠は泥の中にあって解けない。人が燃焼である間は神も彼が潔白ならんことを欲する。もし広大なる都市に向かってあれは何だと尋ねるならば都市は答えるであろう。あれは私の子供だ。 そのの特徴の若干「パリの不良少年は小なる巨人である。何ら誇張もなくありのままを言えばこのドブの中の天使は時としてシャツを持っていることもあるがそれもただ一枚切りである。時としては靴を持っていることもあるがそれもそこの擦り切れたものである。 時には住居を持っていて母親がいるのでそれを愛することもあるがしかし自由だからといってカイロの方を好む独特の遊びがあり独特のいたずらがあるそしてその根本は中流市民に対する憎悪であるまた独特な比喩がある死ぬことをタンポポを根から食うという また独特な仕事を持っている辻馬車を連れて行き、朝の踏み台を下ろし、豪雨の折に街路の一方から他方へ人を渡してやって、いわゆる橋商売をなし、フランス民主のためになされた当局者の演説を触れ回り、敷石の間を掃除する。また独特の貨幣を持っている。 往来に落ちているいろいろな金物でできている不思議な貨幣でオロと言われていてその小さな不老少年の仲間にごく規則だった一定の流通をする最後に彼らは独特な動物を持っていて隅々でそれを熱心に観察するエンジムシアブラムシアシナガグモ 「二つの角のある尾を曲げて人を脅かす黒い昆虫の鬼」「また物語にあるような怪物をも持っている」「腹に鱗があるけれどトカゲでもなく背中にイボがあるけれどガマでもなく古い石灰かまどや乾いた水ためなどの中に住んでいて真っ黒で毛が生えネバネバして」 あるいは遅くあるいは早く這い回り声は出さないかじっと見つめ誰もかつて見たこともないような恐ろしいものであって彼らはその怪物をツンボと呼んでいる石の間にツンボを探し回ることは身の毛のよだつような楽しみであるなお別の楽しみは急に敷石を上げてわらじ虫を見つけることである またパリの各地はそこで見つかるいろいろな面白いもので名が通っているユルシュリーヌの建築材置き場の中にはハサミムシパンティオンにはムカデ殿平状のドブの中にはオタマジャクシがいる彼らの言葉はタレーランに匹敵する同様に霊笑的でありまた一層正直である 全く思いもかけないような改弁を持っていてその大笑いで店屋のものを狼狽させるようなこともあるその調子は大喜劇から狂言に至るまでの間を快活に跳ね回る葬式の行列が通るそのうちに医者がいるとするすると一人の不老少年は叫ぶおや医者の野郎 自分の仕事の取り入れをするなんていつから始めやがった。群衆の中に不良少年の一人がいる。そしてメガネや鎖をつけた一人の堂々たる男が怒って振り返りながら言うとする。ヤクザ者め俺の妻の腰に手をかけたな。僕が手を僕の懐に手を突っ込んでみたらいいだろう。 その愉快さ晩になるといつもいくらかの金をどうにか手に入れてこの小人は芝居に行くところがその古惑的な敷居を一度またぐと彼らの様子は変わってしまう不老少年だったのが小ぞっになってしまう芝居小屋は船を裏返したようなもので上の方に船底がある 小ぞっが詰め込むのはその船底へである小ぞっと不老少年との関係はちょうど蛾とムシとの関係である羽が生えて空中を飛び回る代物である芝居小屋のその狭い臭い薄暗い不潔な不健康なたまらない呪うべき船底が天国ともなるためには 彼らがそこにいさえすれば十分である光り輝くその幸福とその力強い浸水と気鬱と葉音のようなその拍手等をもってある一人のものに無用さを与えその必要さを取り去ってしまえばそこに一つの不老少年が出来上がる不老少年は一種の文学的直覚を持っていないこともない その傾向は多少遺憾ながら決してクラシック趣味ではなさそうである彼らは生まれながらにしてあまりアカデミックではないその一例をあぐればこの喧騒な少年らの小社会におけるマルス城の批判は一味の皮肉さで加味されていた不老少年は彼女のことを〇〇城と言っていた 彼らは怒鳴りやゆし長老し喧嘩をし小敷小僧のようなボロをまとい鉄人のような塀をつけ下水の中を漁り塵りだめの中を借りお仏のうちから快活を引き出し町の巷に天下の奇想をまき散らし霊唱し風刺し口笛を吹き歌を歌い看護しマリし、 あらゆる調子を口ずさみ求めずして見いだし知らないことをも知り釣りを働くほどに金言であり賢者たるまでに馬鹿であり不潔なるまでに私的であり神々の上にうずくまり糞便の中に飛び込んで星を身につけて出てくる実にパリの不老少年は小ラブレーである 彼らは時計入れの内隠しがついているズボンでなければ満足しない。彼らはあまり驚くことがなく、恐れることはなおさら少なく、迷信を軽蔑し、誇張をへこまし、神秘を愚弄し、幽霊を馬鹿にし、架空を打ち倒し、風呂を滑稽化する。それは彼らが三分的だからでは決してない。 反対に彼らは操縦な幻影をどうけた幻と変えるまでである。もしアダマ・ストールが彼らに現れたとしても彼らは言うであろう。かしが。